はい、こんにちは、ピカですけどね、モータースポーツを考える上でちょっとね、いろいろ考えさせられる事故があって、いろんな意見があると思うんで、今日はね、それをちょっとみんなにね、考えてもらいたいし、情報をね、共有していきたいと思います。モータースポーツのね、未来をどう考えるかっていうことだと思います。まず最初にちょっときっかけになった出来事っていうのが、このね、日光のサーキット死亡事故、4年前かな、2016年だね、日光サーキットでありました。ドリフトの大会のね、前日の練習走行かなんかでタイヤが取れて、見ていたスポッターの人に当たって亡くなられたっていう事故ですね。ほんとね、痛ましい事故で、まず亡くなられた方にね、ご冥福を祈りたいと思います。まあ、こういうことはね、本当にあっちゃいけないとは思うんですけど、このね、事故の後何が起こってるかっていうと、実はこのタイヤが取れて飛ばした運転手と整備士が、書類送検されるっていう、まあ、業務上過失致死なのかな、で書類送検されるっていうことがありました。その後、つい2日前か3日前ぐらいですかね、このドリフト走行競技大会の主催者を書類送検っていうことで、一応刑事事件としてなってしまっているという事実なんですね。まあ、サーキットで自己責任だろう、まあ、いろんな意見があると思うんだよね。で、まあ、実際じゃあ俺もね、こういう、こう壮行会とか、みんなを誘って壮行会やろうよとかっていうのをやっていたこともあるので、こういうリスク、まあ、あとは壮行会で走ったりもしてたし、まあ、そう、ジャフ戦とかで戦ったりも、草レースとかで戦ったりもして、そこでね、タイヤを飛ばしてしまうっていう危険っていうかもあったわけ。むしろ加害者になる可能性もあったし、逆にピットロードに立ってとか、ピットのところでタイムを計測したりとかっていうことがあるわけだから、まあ、実際そこにタイヤやパーツが飛んできて死亡するリスクっていうのも逆にあったっていうね、流れの中で。でもさ、これ本当にモータースポーツを愛する人間からするとどう考えるかってことなんだ。これね、これ考え方マジでいろいろあると思う。皆さんもご意見もいろいろあると思うけど、やっぱり考えていかなきゃいけない問題だと思うんだよね。で、単純に主催者を書類送検って言われて、おそらくこのドリフト大会とか草レースって主催者は一切責任を取りませんみたいな、何があっても、仮に死んでしまってもっていうのを各チームとかドライバーがそれをサインしていると思われるんだよね。で、それの有効性とか、あと主催者がなぜね、まあ、日光サーキット行ったことある人分かるんだけど、そんなスポッターの人とかがさ、立つ位置なんかでさ、ネットとかそういう設備なんてないわけよ。それなのに、その設備義務を怠ったって書かれて、だから安全管理を怠った注意義務違反に問われてるっていうことなんだよ。それが原因の業務上過失致死ということになると思うんだよね。で、それってさ、俺はちょっと法律専門家じゃないから、俺の主観でね、こっからはまあ俺の意見を言うだけのことなんで、あくまでも俺が持論を展開するっていうことなんで、だけど、でもこれをやられちゃうとさ、主催者側からしてさ、じゃあドリフトをね、これから競技を広めていこうっていう時に、やっぱり主催しづらいなっていうふうにはもう単純に思うわけ。あと走りたくないなって思うわけ、サーキットに行って。単純に走行会行っただけでさ、いや、タイヤ取れることってあるじゃん。いや、もう F1 見てればわかるじゃん。まあ俺はタイヤ取れたことないけど、でもね、タイヤ取れたとこ実際見たことあるし、ね、いろんなレース見ててタイヤが勝手に転がっていく映像なんて山ほどあるし、F1 だってね、過去タイヤ取れることなんていくらでもあったわけじゃん。そのスポーツ走行とかしてたら、車が何かトラブルってパーツを落とすとか、パーツを飛ばすとかっていうことはもう日常茶飯事で、それはなかなか避けきれないことって思うわけよ。で、まあ、このね、ドライバーが逮捕された時も、前の週から、なんだっけ、前の走行の時かな、ちょっと正確には覚えてないんだけど、まあ、それを予見できた的なね、車体の不調が分かっていたにもかかわらず、そのまま走行したっていうことで、まあ、安全管理義務違反があったんじゃないかっていうふうに言われて、書類送検されてるということなんだよね。でも、その状態でさ、レースだったら走ることないって思うわけ、俺は。まあ、これちょっと今、一方的な意見で言ってる。一方的な意見でね。まずは、主催する側の意見で言うと、まあ、そういう考え方、あと走る側の意見で言うと、そういう考え方がある。だから、これ本当にね、難しい問題だし、じゃあそんなことをさ、だってレースとかでさ、ピットして、まあ、ちょっと調子悪いけど、もう今直してる暇ないから行けるとこまで行けみたいな感じの耐久レースとかもあるわけじゃん。でも、いや、その時に安全管理のために何かを点検しろなんてやってられないって、いや、そのレースもなんないじゃん。それも含めてレースでしょみたいなところがやっぱあるわけだし、だからちょっとね、その行き過ぎてるかなっていうふうに思うわけ。で、だから主催者側が、じゃあどこまで責任を負うかっていうね、ことも
ちょっと疑問に思っちゃうわけ、主催する側からすればだよ。でもね、片やだよ、片や他方別の見方もできる。俺自身がね、じゃあ被害者だった場合、まあ俺の家族とかが見に行ってねとか、チームとして参加して事故に遭った側の立場からするとさ、もちろんそれは分かってると、危険だということのを予見することはできるけど、当然分かるじゃん、予見はあったと思うんだよ。ドリフトを知れば知るほどタイヤが取れたり車が突っ込んできたりで、そこにねすることがあるってことはもう予見できてはいると思うんだよね。本人はね、亡くなられちゃったからちょっとわからないけど、予見することはできると思うんだ。予見できているにもかかわらず、でも、まあ、予見することと相手が注意義務を怠って、まあ、死亡させられることっていうのは違うと思うんだよ。それ例えばどういうことかっていうと、ね、バンジージャンプ危険っていうのわかるじゃん。バンジージャンプ危険っていうのわかるけど、バンジージャンプの設備がどうなってるかっていうのもわかんないわけじゃん。だけど、まあ、危険なことをやるから死んでもしょうがないっていうのもまた違うんじゃないって思うわけ。バンジーも同意書取るじゃん、まあ、バンジーやるんだからさって、落ちて死んじゃうこともあるよね、まあそれ同意しますよって言ってても、バンジーさせる側に明らかに過失があっても何の責任も問われないかって言ったら、2回確認すべきなところを確認せずにロープが取れちゃいましたとかさ、いやいやさすがにそれちょっとお前さって、それで殺しといて責任ないって、あくまでも自己責任、それはちょっとひどいんじゃないっていうことがやっぱりあるんだよね。そういうね、やっぱ判例もあって、ハウステンボスの例ね、命綱が切れて最初のバウンドは良くて2回目の時に取れてっていう事故で、これ結果どうだったか知らないけど、まあ業務上過失致死の疑いで捜査されていたりもするわけ、まあ、刑事上も民事上も結局サインしててもやっぱりさすがにそれはっていうことで、まあ裁かれることの例もあるわけなんだよ。じゃあそのね、ドリフトの例で置き換えてみると、コース際に人がいるのにタイヤが取れそうなことを予見してて、まあ、取れそうだけど行っちゃえっていう過失があったとしたら、それは過失だよねっていうことを、まあ、認められることもあり得るということなんだよね。あとはさ、施設管理側の責任としての主催者っていうことだから、これニコサーキットが書類送検されないのちょっと不思議だなとは思うんだけどね。あの主催者って、だって施設を借りたところからのそのままそれを使うだけっていうね、その他のことを予見しない、予見できないっていうような、まあ予見したとしてもそれをさ防ぐ手立てをさできるのかって話だよね。いや日光サーキットにさ危ないからって見学者がいた場合に全部にネット張るのかっていう、いやそんなのさ本当にこう業として行ってないわけじゃん。主催者なんてドリフトの趣味の範囲内でみんな集めてやってるだけで、そこまでのお金をかけて、お金も大して儲かってないわけじゃん。まあみんなからそこよりは取ってたとしてもものすごい利益が出るとかそういうわけじゃなくて、まあ、利益なんか出ずに、まあ、ボランティアでやってるってことを、その人をそういう風に罰せられるかっていう問題もあったりする。つまりドリフトであってもやっぱり完全に自己責任っていうことで片付けるわけにはいかないっていうところまではわかるんだよね。ここまではわかる。有名な裁判があるんだわ。それがこれあんまりネットとかでも言われてないけど、あのモータースポーツフォーラムっていうところの記事をちょっと引用させてもらうと、全日本 GT 選手権1998年だね、 JGTC の第2戦の事故、これはフェラーリが炎上して大やけど負ったっていう事故なんだけど、これ実はねあんまり知られてないけど裁判になってるんだよね。当然プロじゃん、当然プロ、プロがやったレースで自己責任っていうのが今までの常識だったんだけど、自己責任じゃいかないよっていうことが結果的に判例にはなっていない。途中でね高裁まで行って和解してるんだよね。でね、高裁の判決文がこれになるんだよね。結果何が問題だったかっていうと、まあ、自己責任じゃなくて結果的に主催者側、富士スピードウェイ側にも責任があるっていう風にされたという風に読めるんだよね、俺にはね。ちょっとごめん、間違ってたらちょっとあれなんだけど、責任があって結局いろんな人たちが、まあ、賠償責任を負ったっていう、結果的に負ったっていう、その和解して賠償責任を取ったっていうことになってるんだよね。つまりいろいろ書かれてて、判決文に誓約書はこの時もあって、誓約書の効力についても基本的に効力はないっていう風にされてるんだよね。まあ、それはさっきバンジーで言ったのと同じようなことで、仮にこの誓約書があったからって言って安全配慮への義務を違反することはいけないでしょってことなんだよ。同意したから別にどうでもいいよ、安全に配慮しなくていいよみたいなさ、っていうのはちょっと違うよっていうことを言ってるわけだから、誓約書に効力がないっていうようなことを言っているわけなんだよ。でもう一つ責任があるとされたのは施設管理の問題っていうことで、車が燃えた時にね、事故30秒以内に消火救助できる体制を整える義務があるべきであるっていう風にされたんだよね。
俺ちょっとこれは不可解だなって思ってる。まあ確かに FIA とかの規定で何秒以内に救助しなければいけないとか、まあ、決まってるのよ。消火活動を開始しなければいけないっていう規定が決まってるんだけど、まあそれに合致しなかった、その義務を怠ったっていう風にされたんだよね。でもね、何が問題かっていうと、そういう風にまあ、JAF 規定はされ、JAF の規定はされているけど、まあ、規定は法律じゃないっていう風に判決文の中で書かれていて、でも常識的にレーシングスーツは30秒以内しか持たないんだから、30秒以内に消火活動を始めなきゃ重大な事態になることが分かってるでしょ、だからそれに配慮する必要があるんだよっていう風に書かれてるわけ。それもちょっと変な話じゃないって。それ言い出したらさ、燃えたらだって30秒以内に死んじゃうかもしれないんだから、窒息して死んじゃうかもしれないんだから30秒以内に消火活動を始めなきゃいけないよっていう風に言われても、いやいや、例えばじゃあ時速300キロでぶつかったら必ず死んじゃうんだから、死んじゃうような G がかかるのはもう目に見えてるわけだから、それでも死なないように設備をちゃんとしなきゃいけないよって言われても、まあ、仮にだよ、ありとあらゆる責任をさ、なんかこうかぶせられるなっていう風に思っちゃうよなっていうね。何が言いたいかっていうと、まあ、いかにレースを主催するっていうこと、こういう危険な行為、まあ、明らかにレースって危険なスポーツなんだけど、危険なスポーツを主催するっていうことのリスクっていうのがものすごく大きいなっていう風に感じざるを得ないっていうことが、まあ、ちょっと言えるんだよね。まあ、それでいいのかどうかっていう。ただじゃあね、一方的に自己責任って言って責任がないっていう風にしちゃうのも違ってるじゃん。つまりどこまで主催者が安全義務責任を負うのかっていう、そこが今後のやっぱり、まあ、問題にもなってくるんだろうなっていう風に思うんだよね。まあスポーツの危険性っていうことで言えば、登山とかどうなのよって思ったわけ俺の中で。登山モータースポーツもスポーツでさ、もともとが危険なもんじゃん。だって時速300キロ以上で出してさ、争って安全なわけねえじゃん。じゃあ登山だってそうじゃん、もともと山登るなんてね、足滑らせたら落ちちゃうんだからって、危ないのが前提だから、そういう意味で、まあ、いろんな意見があるわけ。登山における法的責任とかね、まあ、本来登山っていうのは自然を相手にするから、人工物の施設であったら人工物の施設を作った施設管理者の責任になるけど、自然を相手にしていれば責任はないんでしょ基本的にっていう概念をこの弁護士さんは言っていて、まあだからそこに連れていく責任、例えば引率して小学生を登山に連れていくとか、まあ、それは責任があるでしょと。危険な場所に連れていくときに安全に配慮する義務、じゃあ安全に配慮していても事故は起こったときに、その安全にどこまで配慮してたとかっていうところが争点になりますよねっていうような、まあ、だからそういうものですよねっていうことが書かれてるんだけど、でスキー場の例ね、じゃあゲレンデはどうなるのかって言ったら、ゲレンデめっちゃいろんなさ事故があったわけよ。スキー場、昔スキーブームっていうのがあって、で、まあ、滑走中に例えば岩に衝突したとか木に衝突したとかっていうので、スキー場の施設管理責任を問われたっていう例とかもあって、その場合はね結構もうまちまちなんだよね。有罪になったケースと無罪になったケースが様々あるっていうところが、まあ、現状だと思うんだよね。でもある程度スキー場の場合は人工的に作られた施設っていう考え方で、基本的に危険箇所を示さなければいけないとか、吹雪いてて視界が不良の時にリフトを動かしちゃいけないとか、まあ、その場合はそこには安全、天候の変化とかで安全に配慮する義務があるっていう風な判例が多くあった。この中にね、ダートトライアル競技において初心者が練習中事故によりベテラン同乗者を死亡させた事故っていうのがあるんだよね。平成10年の判決で、この場合はね、ダートトライアルにおいて過去に転倒や衝突は珍しくないが、死亡事故等がなかったという理由から運転者に被害者死亡の予見可能性がないとして運転者の損害賠償責任を否定したということなんだよね。だからこの予見可能性がないっていうことも大事みたい。だから判決はダートトライアルはある程度危険を犯すことは当然に予定されていたっていうふうにも言われているんだよね。だから被害者が危険を承知していたことから加害者に注意義務を課すことができない事案と考えるべきである。だから被害者が危険を承知していたら加害者には注意義務を課すことができないともいう判決があったりもするんだ。だけどさ、98年の JGTC もさ、車が燃えることなんてさ予見できることじゃん。だからそれに対する注意義務っていうのも、まあ、若干のね、若干の矛盾、まあ
矛盾感じないっていう理論もあるかもしれないんだけど、なんか若干の矛盾感じるよなっていうところがあって、まあ、難しいところなんだろうなっていうね。まあ俺の思うところっていうのは、まあでもいずれにしてもモータースポーツを今後発展させていくっていうには、簡単にやっぱり主催できて、でも簡単って言っても安全配慮義務っていうのがあるし、参加者にも危険を予見しなければいけない義務っていうのがあると思うんだよね。だから危険を予見してそれを避けるっていう義務があるんだよっていうことを配慮した上で、今後モータースポーツを楽しんでいかなきゃいけないかなっていうところは思うんだよね。非常にね難しいと思う。非常に難しい問題だよね。草レースとかドリフト走行の走行会みたいなことでも、そういうことを配慮しつつね、今やっぱ配慮してないところが多かったりもするじゃん。多かったもんもするじゃん。まあわかる、俺も、もう草レースとかやってるから。だけどそこはもっとね、何らかの方法できちっとね、危険を予見するっていうことをして、それを避けていくっていうことをしないと、刑事的にも民事的にも損害賠償や書類送検されたり逮捕されたりすることもあり得るってことなんだよね。やっぱモータースポーツだけではなく、やっぱスポーツに関する事故が起こったら、それをきちっとね検証して、みんな自己責任だからさ、そうなっちゃったのしょうがないんじゃないとかじゃなく、どういう原因で起こったのか、それを防ぐためにどうしたらいいのかっていうのをそれぞれの立場でね考えて、しっかり対策していくっていうことが大事なのかなっていうふうには思いますね。はい、ということでね、いや非常にね、いろんな意味で残念なことではあるけど、まあ、こういうことを乗り越えて前に進まなければいけないかなっていうふうには思いました。はい、またねこういうのやっていくんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。